自分の彼女の首から下のこと人に言ったことないもんね。そうですね。そうかそうか。ちょっと待った、待った待った待った、ちょっとポリス。いや、じゃあ当たり前みたいに、そうですよねってずっと言ってた。だって、いや、分かってるんですもん、今までの話ずっと。いやいや、ないや、そんな彼女がその定期的におるタイプちゃうやん。いや、定期的にってどういうペースですか。いますし、いたし、いたことあるし。いや、その途切れへんみたいなタイプじゃないやんか。あ、僕ね、途切れへんタイプじゃない、確かに。うん、途切れへんタイプじゃないわ、うん、けどそれはだって知ってるもん。何が。あの、僕付き合ったこともありますし、やっぱ彼女のこととか言いたないなという話をみんなしたこともあるし、その時は誰もそのつっついてこいんかったのに、なんで天ガチャ来たらこんなつっつかれるの。変なキャラ根付いてモテるやん。まるでモテへんみたいな。はいはい、やるかい。モテへんやないか。やりづらいわ。やりづらいわ、やるかい、お前。いつも通りでやらしてや。いや、ほんまにファンとダイレクトメールのやり取りをして、うん、すぐホテル誘ってるんですよ。で、そのクレームが俺んとこ来てるから、やめてくれ。よくないよ。やめてくれ。恥ずかしい、ね。あの、ライセンス取り上げんぞ、お前だけファンとやっていいっていう。それは勘弁してほしいんです。いや、免停にするぞ。それは、違いますよ。不快な思いするような誘い方は、どんな状況でもアウトや。節操なさすぎねん。その、あ、稲田さんから返事来ましたまでの、なんか、そのやりとりの、その、タイムラインを、その、わざわざ僕に上げてくる、うん、まあ、ファンの子やったんですよ。もう、どうでもいいから無視してたんですけど。うん、なら、その、稲田さんから返事来ましたの2分後ぐらいに、ホテル誘われたんです、怖いんです、助けてくださいって来たんですよ。最悪やな。節操なさすぎねん、お前。違いますよ、その、あれっすよ。やましい気持ちですよ。いや、だからそのこと言うてんねん。あ、そっか、うん、そしたらなんかあの芸人の間で騒ぎになって、稲田さんにホテル行こうって誘われたっていう女の子が騒いでるって。だからその日はもう急いで帰りました。その女の子がどこで騒いでたあの NGK の前で。お前情けないわ。いろいろあるんですね。情けないよ、電動の前で。免許取り上げや。あ、もう、俺もファンに絶対手出すな。剥奪や。もう、次何のライセンスもらえるんですか。もう一回一からやり直せ。誠実に。なあ、SNS 一回全部やめろ、お前。わかりました。怖かった。めちゃめちゃ怖かったです。会社怒られんちゃうかとか。あの、マネージャーどんな顔で聞いてる思てんの、お前。髪の毛ついてこい、お前。それはいいでしょ、別に。だから長寿に合わせてるんですって。それでもまたちょっとマイナスなんですから。申しません、怖い。今後注意してよ、マネージャーも。稲田がそんな行動取らないように。本当にもう大丈夫です。こんな生々しい話聞いたの久しぶりよ。僕本当にそんなことも今まで一回もなかったんです。マナちゃんのコーナーなんですよ、ここ。そうですね。それこんな生々しい話で塗り替えやがって、お前。いいじゃないですか、僕のコーナー3つもなくなってんねんから。確かに失ったものは今日だけ。すみません、マナちゃん。だからそういう怖かったんか。怖かったです。いろんな誰に聞かれんねやろうとか、こういうのってやっぱちゃんと怒られんのかなとか。一番怖かったからすぐ帰ったんですよ。家で売られてたんか、一人で。自転車で来てたけどタクシーで帰りました。絶対にも甘いように。もう早く家帰りたかった。じゃあもう剥奪ということでいいですね。じゃあそうやな、剥奪やな、はい。まあ今多分松浦さん胸打たれてるよ。稲ちゃんがここまでカミングアウトするなら俺も行ってやるよぐらい。です、ね、カミングアウトしてやるよぐらい。男気をね。男気を見せてくれると思うだろう、うん。悩んでるよ。でも今ちょっと男気にね、無理。今日は口固めに。そうですね、反省します、僕の。でもなんか、はい、私ちょっと寝たかと思ってたんですよ、そのファンの人に DM って。あれ、本当に、まあ、稲ちゃんはなんかそういうことをしないだろうなって。真面目な、真面目で誠実な
やっぱイメージがすごい。で、まなちゃん思ってるやろなと俺は思ってたよ。そんなわけない。まなちゃんって実はそう思ってるやろなって俺は思ってた。だから、勉強になりました。僕も皆さんどこまで本気で思ってるのかなって。で、もし本気やったら、あ、そんな悪いことじゃないんかなみたいな、なんかほんま子供が間違いを犯すみたいな。だから誠実でもないブスやからほんまに、うん、だから終わってんのかな俺って多分今、うん、僕の人生の中で一番終わってるんかもしれない今が、はい、一番ダメなと、はい、時期の自分サイお前返事もできへんやってるやんけ。何やねん、二文字噛むって何やねん。何が喋れんねん、あと本なら。いやいや、こんだけしゃくれてますから、こんだけしゃくれてんねんから。しゃくれてても二文字は言え、ちゃんと。いやいや、謝っといたら一応、うん、そうですね、うん、そのまあそのさあ、その芸人サイドとしてはさ、あんの子ダメだよとか言われるやろうけど、その子は、はい、その子のなりの言い分もあるやろうしさ。そうですね、そうだと思います。ああ、うん、だからその突然その誘ったりしてごめんねということは、うん、お前の意思表示としてしてた方がいいと思うよ、ね、公共のこの場を、はい、その子にはその子にの言い分あるやろうし、はい、うん、本当に一人の女性に対して軽率に、うん、送るべきではなかったメッセージを送ってしまって本当に申し訳ございません。もう僕はそういうことはもうしないので、うん、もうお互いにいつか笑える過去になるようにお互いに誠実に生きていきましょう。なんか相手にも背負わす感じ。そうですね。なんか向こうの誠実じゃなかった。お前も改めろよ感があったのなんか。何やねん。何にお前も改めろ感今。お互いにってないねん。お前若で反省せえや。俺も改めるし、お前も改めろよみたいな感じやぞ今の。すいません。すべて僕に非がありました、うん。ごめんなさい。ごめんなさい。うん、それや。誠実。すいませんでした。うん、誠実ちゃうやろ。もうこんなことしませんと。もうしません。免許もなくなりましたし。なくなりました。うん、いやもうこれもう引いた俺の謝罪しないで、お前に免許発行した俺やからな、お前だけはファンに手出していいっていう。確かに。いやいや、失礼いたしました。本当私の判断ミスでございました。このような事件事故が起こらないよう二度と、こういうファンに芸人がファンを抱いていいということ今後一切禁止します。そうですね、手出した若手には私の鉛筆、いわゆる肘ですね、を鼻に入れますんでもし手出されたという人から私に一歩いただけたら鉛筆つまり肘を鼻に叩き込む所存でございますむちゃくちゃ痛いやつや。わかりました。ここまでのことなってんねお前。そうですね、お前のせいで、うん、やっぱり謝罪をね。だってファンの方と結婚される方もいるじゃないですか、うん、だから今後それもなくなったわけや。もうだちゃんとした愛を育む、お前のせいでな、うん、愛育むこともなくなったわけや。責任が重い。そのラジオで泣き顔みたいなその通人からさそのほんまその素人みたいな店やめてくれよ。そのなんか面白い顔でなんとか逃れようとしてるけどさ。いやそれ雰囲気作りです。雰囲気作り、雰囲気作り、はい、せめて音出せよほんなら。いや本当に申し訳ないです。もうでももうけどこれ、ね、はい、改めて今現在もファンとお付き合いしてる芸人は別れてもらいます。あっ、ちゃんとお付き合いしてる人までですか。ねえ、もうこういう前例があった以上仕方ありませんそれは、はい、それはなんとか僕みたいなやつばっかりじゃないんで本当にお願いします。証明集めてこい。本当にそれを許してほしかったらちゃんと僕がこうしたせいでっていう署名を書いてお前がそれでも賛同していただける方署名いただけませんかと。少なからずその稲田さんにホテル誘われたんですって、その無駄に言われた後輩にはちゃんとお前が署名見して、はい、ラジオでこんなことなってるから、はい、署名してくれって言って、その署名ちゃんと持ってこいよ。ちゃんとなんで5年の持ってこい。ねえ、ずいぶん時間割いてるよこれ。そうっすよ、松浦さん、すいません。なんで松浦さんの名前呼んだよ今時間もすいません。仲間に今日相談乗ってもらうか終わり、ちょっと残ってもらって、はいはい、ちょっと男としての節度というか、まあ、いつか松浦さんちょっと今日大阪に残りで相談乗ってもらっても。いや、これは自分で解決した方がいいと思います。なぜなら俺にはちょっと用事があるからと。いや、そういうことじゃないです。
これ自分で解決すべきもんあんな真面目な顔してさすがそうですねだいぶシリアな凛々しい表情ね、うん、雰囲気がやっぱり違います作り方が違いましたねぐっとやっぱり世界観が、ね、入ってくる感じという SD 点がお前生なちゃんちょっと今お前 OK みたいに言うこと言ってないですカットみたいに言ってません言ってません OK 言ってないですよっしゃみたいなそんなん言ってないですほんまにいや終われる空耳俺の終われる OK っていうことですかいやなんかあれみたいな言ってないと思いますよもうとことんのクズやで OK って言ってたらね言ってないもんそれは本当にそれは本当にもう僕だからおかしいんです今あのいいんですか言ってあいいんじゃもうそのうち1個ぐらいから、はい、それはホテル行こうって言ったら殺すっていうそうこれこれやっぱ女性からしたら一番わかんねんて委ねているということです、ね、そうそうあ結果どうなろうが決めたお前やろっていうああなるほどね、うん、保険張りまくりっていう、ね、最悪やんそのでもダイレクトメッセージの時はその素直にホテル行こうって言ってもうやめてやもうやめてやで向こうから殺すって言われたのその時はもう殺すもつけへんかって本当にホテル行こうって言ってもてだから恥ずかしいねやめてほしいねこの一連のことをさあのお前らの髪の毛多い女の子のマネージャーはどう思ってんのいや髪の毛多いは別にいらないですよその枕はどう思ってんのよ目は見れないんです本当にあのねいや笑ってくれてるけどなそう女性からしてもなんか嫌な事件やん担当してるタレントがそうですね客ホテルに誘ってやめてくださいもうそれを吹聴調されまくるっていう稲田さんに私ホテル誘われましたって NGK の前で騒ぎ出すっていう最悪の事件や担当してるタレントとしてで本人はそれを沈めるでもなく慌ててタクシー乗って帰るっていう脱走するように全然この現場無理して来なくていいよほんまにいろいろ持ってらっしゃるから、ね、本当にもう全部やってくれるんですよあの仕事のことも、ね、一生懸命やってくれんねんでいろんな仕事の話もするんですけど、うん、唯一この件に関してだけは話してないちょっと一回3人で話しろやそれいや面白いやまあ稲田はちょっと話する必要はありますよねだってちゃんと、うん、話しますほんならそれはしときますちゃんと報告してお前そのしときますしときますって言って、うん、その絶対せえへんやんかうん、一回ちょっとちゃんとんちゃんと話し合いしてんいや河合も立ち会ってくれあの子の声が聞きたいね俺はなるほどまあ第三者の意見というかうあの俯瞰から見て僕がまあじゃあそれは全然話し合いには参加します、うん、それはな消えへんでその罪はなかなかまあそうやけどうん、うん、はい恥ずかしいやっぱり恥ずかしいのやっぱり恥ずかしいですダイレクトメッセージでホテル誘って、はい、それ大声でバラされる、はい、恥ずかしいそれは恥ずかしい俺やったらもう表歩かれへんわそうですねあの今もまだちょっと、はい、外にライブ終わってチケットの手売りがしたりするんですけど、うん、いろんなねライブのチケットがあるから、うん、本当にさっき見てきてもらおうかなって思ってますいつもおるかどうか、はい、いつもドキドキしながらいやしゃあないですよお前自分でしょった罪やもんそれは、うん、ちょ一個だけ聞いていい、はい、そのお前のリターンエースあるやんかホテル行かへんっていう、はい、その前は何て送られてきたあ向こうのサービスは、ね、向こうのサービスは何、はい、まあ確かにそうですねどの一文で、はい、ホテル行かへんって言うか確かにそれは、あの叱るべきリターンエースを返してる可能性はありますもんねそ うもしよかったら、うん、ご飯行きませんに対していやホテル行かへんアウトですアウトですもう嫌やすいませんでした本当にすいませんでした皆様すいません
それはだって、はい、もう本当になんかマジでジャニーズぐらいの面持ってなかったらまあやったらあかんことやそうっすね、本当にあの本当にすいません、ね、こんなコンプライアンスがどうとか、はい、SNS 気をつけてくださいよって言われてる昨今すっごい強めのリターンエースですよね。若いでお前らの髪の毛多いマネージャー。いやいらないんですよ髪の毛多いは。いいんですよ。若い女の子からしたらいやーっていう話やと思うよ。そうですね。それやのにお前のこうスケジュールを、はい、管理し伝え、はい、裏でいろいろ動いてくれ。動いて。はい。喋ってくれるし。喋ってくれるし。また喋ってくれますわ。耳傾けてくれんの、はい、どんな目でマネージャーのこと見てんねん。喋ってくれるしってね、あの聞いた後でも反省してんな。まあまあ誰がどう見ても反省してるな、まあ、この数週間の元気のなさ。うん、より全然反省してると思う。元気ないもんだってお前。ここ数週間マジで元気ないもん。すいません、それもすいません。何回してもこっちの温度冷めへんから、話する方の温度は冷めへんから。ありそうでなかったネタやからさ、俺らもこれ。そうですね。え、どこまでがですか、あの風潮されるとこですか。皆さんその、そう巻き込むつもりじゃないですけど。うん、そのファンの人となんかしてるって僕前から聞いてましたし、ファンのことなんかしてるやつをもう売ってしまうか今ここで。やめましょうよそれは。それはもうキリないって。いやお前が言い始めたよ今。そうですね。え、知らないんですかじゃあ二人は。うん、何を。そういうことを、うん、他の芸人さんもそういうこともある可能。ファンに手出してるってか。はい。さあ山ほどおったよ。うん、平気で売りません。平気で売るよ俺は。なんか数年にわたって手出してた。やめてください。結婚してからも。いやする前です。そして今までも。それはする前まで。平気で売るやん。僕のせいですみません、うん、お前のせいで今売られた。すみません。の嫁さんの親戚も聞いてはるわ。そうですね、すみません。ポッドキャストでも聞いてるし。お前のせいや。僕のせいですか、うんうん、お前がダイレクトメッセージをしたことによっていろんなとこに被害が出てんねん。こうやって申しません。マネージャーに謝れ今ここで。目見てちゃんと。目見ろ。本当にあのその年甲斐もなく SNS を利用してちゃんと目見て、うん、SNS を利用して一番守っていかないといけない、大事にしないといけないファンの方に自分の容姿も顧みず下劣なダイレクトメールを送ってしまって本当に申し訳ございません。さあ、逃走したこともな。はい、逃げ出してしまったこともちゃんと謝って、はい、自己処理も自分で行わず、はい、自分のケツを自分で吹こうともせず誰に報告するでもなく、それをお笑いに変えるつもりもなく、なんで笑うんですか。ちゃんと最後まで謝る、はい、芸人なのに笑いに変えるつもりもなく、はい、笑いに変えるつもりもなく慌ててタクシーに乗って普段使わないタクシーに乗ってきた自転車を置き去りに家に帰ってもう携帯を見ないようにして寝ました。申し訳ございません。以後このようなことはないように本当に心がけますので、どうかまたこれからもあのお仕事のことだったり僕と喋ってください。何やねんその最後喋ってくださいって。なんでそんな喋ってほしいの。いや俺本当にね、あの子、はい、抗議行動ちゃうかな思うね。
俺がこんだけでも髪の毛すいてこないのは。いやいやちゃいますよ。忙しいんですよ。忙しいの。はい。髪すく時間がないのか。いやそうですよ。いやそのすかなく今適量ですよ。え？今適量です。いやなんかあれ縛ってるから適量に見えるだけで、あの普通にしてきたらボワーなってるやつ。いやそんなことないです。そんなことないです。ないの。はい違います。わかりました。はい。それではここで天狗さんからのお知らせでございます。図らずもね、あの選手はちょっと稲田特集になっちゃって、まあ、稲田の例の引き起こした事件をもう総ざらいしようといっそねということで、もうあの1週間が過ぎ、この話は今週限りやと言ってたんですけど、まあ、あの収録が終わった後ちょっと僕そのまま大阪で別の仕事へ向かったんですね。その向かう車の中から、車の窓から首を90度下に曲げてる稲田がとぼとぼ歩いてるのを見て、あこれだいぶ答えとんなと思って、まあ、その日ね、あのそのまま大阪で仕事で、次の日も大阪やったんで、あの泊まりやったんで、ちょっと夜ね、稲田は誘ってみたんですよ。稲田ちょっと飲みに行こうか言って、あはいみたいな感じで、でまあある居酒屋に行きまして、 L 字型のカウンターのところですね、角に2人角を挟むようにして座ったんですが、めちゃくちゃ元気ないんですっていう、もうオーラを出しまくってるんですよ。でまああえてね、僕もまあまあ普通に飲んでたら、稲田がねまあ飲み出してから、まあその前に僕も稲田を待って1時間ぐらい飲んでたんですけど、まあだから僕もちょっともうしんどくなってきててね、ちびちび飲んでたら、僕大丈夫なんですかねみたいな言ってきて、え僕大丈夫ですかね、あのことか、まあどうやねんやろな、まあ、結果その何、別にホテル行って関係持ったわけちゃうからな、でも大丈夫なんですかね僕みたいな言って、いやどうやろうな、まあまあなんか言われたら謝ったらいいしみたいな、怖かったんです、この何週間かずっと怖かったんです、なんで他の芸人は女の子に手出しても何もならへんのに、僕がちょっと遊ぼうとしてこんなことなんねん思ったら、僕ってバカやつなんかな思ってみたいな出して、まあたまたまね、その L 字の角に座ってた、俺稲田って座ってたんですよ、稲田のね横1個か2個ぐらい開けて、 OL さんがね、なんか OL さんらしいんですけども、あの稲田と同い年ぐらいの、それもうなんかやっぱりね、まあ、大人ですから、30代のね半ばぐらいの大人の方ですから、なんか聞いたらあかんと思ったんでしょうね。でもなんかあえてこう肩を入れて、もう向こうを向くようにして一人で飲んではったんですよ。なんか聞いたらあかん話やねやろなこれみたいな、あーすいませんねみたいなね、空気読んでいただいて、ね、でもあんまりの稲田の僕どうなるんですかねっていうのに、もう笑いこらえきれんよなって OL さんが。それでもこんな部外者の私がこんなあの先輩後輩間で後輩がもうすがりついてるのを見て笑ったらあかんという我慢しすぎてですね、 OL の首が、OL さんの首がですね2センチぐらい膨らんでボーンって言ったんですよ喉で笑い殺してドーンって言って、その後わーって咳しだして、あそうや、聞こえてますよねって、あ全然いいんですよ、あのもう全然もう笑っちゃってくださいと、いいんですかって、その後腹抱えて笑い出すいやあんまり情けなく謝ってるもんでこの人がって言って、ね、本当も稲田もね、今稲田は本当に噂ですけど、普通に歩いてる時も女の子と目合ったら稲田からそらすようになったらしいですよ女性恐怖症に落ちてしまったということでね、まあ、そんな稲田が今後幸せになるにはもう YouTube でリズムネタ作って流すしかないんちゃうかなというそう思ってます、そのこの番組は妄想キーワードに土曜深夜キッチンの世界でございます。あの時の OL さん我慢してもらってすいませんでした。天下プレゼンツミッドナイトワールドカフェ、天下ちゃん改めましてケント小林です。そしてアインシュタインの河合とアインシュタインの稲田です。お願いします。お願いします。よろしくお願いします。
アインシュタインも NHK ダメやったらしいな。そうですね、ダメでした。えらい堂々とそうですね言ってくれるやないか。はい、おい、はい、ダメでした。なんかあの惜しくもなかったんで、うん、はい、一応決勝までは行けたんですけど、うん、あの審査員の方が7人いらっしゃいました。九州をはじめ、うん、戸田恵子さんとか、あ、戸田さん、はい、鈴戸橋博士さんとか、博士、はい、うん、あの作家のね倉本光さん、はい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 、いろいろいらっしゃいまして、うん、で、A ブロック、僕ら A ブロックの、まあ、もうトップバッターやったんですけど、うん、トップバッター多いなお前ら。そうですね、うん、でまあ4組ネタを披露して、うん、その4組の中からその7人の審査員の方が、どの組が良かったか、札を一斉に上げてください、うん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 、7人中1票、うん、あとは、トット後輩の、はいはいはい、に持っていかれまして、うん、ほとんどそう、まあトットが優勝と。そうです、はい、うん、めっちゃ早かったですほんまに、前乗りまでして、なあ、前乗りして20分。いや、その日も俺だから大阪やって、はい、あ、はい、もうこの間稲田と飲んだから河合と飲むから、河合何してんの言ったら、いやいや前乗りですわ東京は。あら、いやいや絶対そんなトーンちゃいましたよ、あのメール。ノリノリで、ノリノリで決めますわみたいな顔して、間髪入れる入れずぐらいで、ケンコバさんから返信で、あんだけ行くなんて言ったよって返信いただきましたけど、負け戦にお前意気揚々と乗り込んでたの。前日から、前日から、前日から行っちゃいました、ね、当日行け朝一で。そうですね、あんなことなら朝一でよかったっす、確かに、うん、はい、ね、整えたかったんか。いや、なぜか、まあ、NHK さんが多分、まあ、ホテルとかを用意してくださったんやと思うんですけど、はい、ほんまにでも全然当日でも行けたぐらいのあれやったんですけど、はい、そうか、はい、前乗りも8時ぐらいには着いてましたし、東京に。何したん8時からほんなら。まあまあおのおのですけど、うん、今の何したん。僕はあの、うん、ちょっと待ってくださいよ。え、何もしてないです、そんな変なことは。いや変なことじゃなくて、何したんやって聞いてんの。いや、あの単独ライブとかありましたし、うん、はい、でその次の日のネタも考えたりもしてましたよ、うん、一人で。はい、ええ。いや一人ですよ、一人ですって。東京にそんな、僕そんな何もする。その時その風俗ちょっと行ったりはせえへんの。いや風俗なんて行ってれる精神状態じゃないやん。いやお前明らかんとしてるやん別に。これなんかラジオの時だけ反省してる感じですけど、うん、あ、そう。いやそんなことないです、常にです、このテンションです。いやちゃうやん、全然ちゃうやん、そんなことないです。何しててんだから。僕でもずっとホテルにいました。8時から。8、まあもうちょい遅いんですけど、うん、8時ぐらいちょっとご飯食べて、うん、からホテルでした。しょうもないな。いや本当ですね、芸人たるもの。そうですね、でかい大会ほど朝まで飲め。そうですか。ああ、女かっくらってや、はい、フラフラで行け。トットはそれで勝ったはずや。そうですかね。ああ一回もそのダイレクトメッセージが来てるとかっていうのはチェックせえへんかった、ひょっとして東京。いや、たまたまなんか当たっちゃってその画面には行ったけど、別にそんなんは全然当たっちゃって、はい、あの手がね、指が別に自分からは見てないです、本当に。たまたま小指かどこか分かんないですけど。ほんまにやめようとは思ってないの、だってこのラジオではやめるやめるって言ってるけど。いや、やめてます、やめてます、思ってます思ってます、本当に。ほんならあのダイレクトメッセージが来れないようにする設定もあるんですよ。いや、もうかわいせめんといたって、その居酒屋でほんまに、はい、相方がどう思ってんのかなとか悩んだりしてて。いやでもそれも嘘ですもん。え、だってそんなことがあって、ああ、いやほんまに悩んでんねんやったら、うん、僕がその爆弾掘り込む前に絶対言うてこないとダメじゃないです か、うん、なんかこうやって掘り込まれたから、うん、そう、そのモーションで言ってるだけなんですよ、うん、そんなバカな。じゃあほんならそのダイレクトメッセージがこうへんように設定してんねんな今。いやちょっとあの機械音痴でそれやれてないと思う。やってんのかな。まあ、当たってなってるかわかんない。なんで当たってそんな何回当たらなあかんねん偶然に。わからん、ほんまに今どっちの状態かわからん。分かった、ほんならこの1本目の収録が終わったらじゃあ僕、うん、一旦、はい、うん、できひんようにしますし、うん、
一回つぶやきます、あの相方がダイレクトメッセージをやめたので、うん、の相方にダイレクトメッセージを送る。なんで僕だけそんな風にされなあかんの。いやだってお前が反省してる、やめますって言うから。すごいよ、あのほんまに仲間売ってたよ、みんなは遊んでるのにって言ってだってやってるはずやお前。いや そこも結局ピーまた入れなあかんから分かれへんねんって、聞いてる人誰かも。いやおいおい何個ピー入れさすねん。遊びや遊びや、それがいいな神々、うん、そうっすよね、うん、そしゃあない。わかりました。じゃあだからほんまに反省してんのやったら、そので機械音痴で分かれへんって言うなら俺してあげるし。あいや大丈夫、そのメカに強い人おるからありがとう知り合いに。はい、まあ、ほんならそのじゃあ告知だけしといてあげる。じゃ あのダイレクトメッセージはもう相方やめたので、その気持ちが揺らぐようなことしてあげないでくださいって。あ大丈夫、それは自分でやっていく。あほんなら自分でつぶやく自分で、うん、いや急に変ちゃうやっぱり。何ほんならちょっと全文を載せたら、一度ホテルに誘って、うん、NGK 前でわめかれた件があって以来、うん、ダイレクトメッセージの制度をやめると誓ったので、うん、やめさせていただきます。やめてやめてほしい、うん、そういう提案。なんで恥ずかしい、ずっと恥ずかしい。僕本当にしません。目見てください皆さん。いやまあ別に俺ら目はこう向ってるわけじゃないから。そうなんですよ、僕ら別に、うん、はい、全然してくれててもね。しません、しません本当にいやすいません笑ってそうやね、いつも笑うねお前この話しませんって言って。笑ってるんじゃなくて本当にそれは、うん、今のは笑ってすいませんって言ったらいやあまりにもねそのかわいそうに聞こえちゃったら、うん、よくないんで、うん、その嘘のなんていうんですか、安心させる笑いです今のは。リスナーの皆さんに、ええ、うん、やっぱりよくないと思います自分で。そうやって、うん、誘い方がね、うん、ケンコバさんと飲ましてもらった時にも、うん、そうや言うたな、はい、どう言うたっけ俺。まあ男としてすべきことではないと、うん、もうそういうこともあるかもしれない、うん、初めて会った日に関係を持つこともあるかもしれない、うん、けどそれは順序を経て、うん、ご飯食べに行ってお酒飲んで、うん、で酔った勢いというかその言い訳、男も女も言い訳がいると、うんうん、で帰らす時にはちゃんとタクシー代を渡してあげる、それが男のたしなみだと。え、プライベートでちゃんと怒られてるそうや、そんなん言うたな、はい、ほんなら横の大江さん手叩いてそうって言ったの言い訳いるっていう、はい、言うたな、はい、思い出した。深夜食堂みたいな話、ね、そうそう深夜食堂みたいな、ほんまにそう、女だって言い訳いるんですよもうちょっと介入してきてたから、まあ、その頃にはそれはさぞおかしかったでしょうね、うん、こんな見た目のやつが、うん、そんなことで謝って、ええ、ずっと謝ってましたからあの日、うん、いやそこのさ、ね、マスターが、まあ言うたら芸人がよく行く居酒屋やってんけど、はい、そこのマスターが、はい、なんかね河合のことを気に入ってて。あ、ほんまですか。そう、なんかその河合を褒めようとするのをこうつんざいてすいませんでしたみたいな言い方がそれも聞きたくないみたいな今は今特に今は聞きたくないみたいないや言うといたよ俺はちゃんと、はい、いや河合はあれええでってマスター相変わらず見る目ないなって俺は言うといた。なんちゅうこと言うんすかそんな言わんといてくださいよ僕劇的にあのマスターに最初ハマってなかったんすから。いや俺は言うといたからさ、マスター見る目ないみたいな。なんでそんなこと言うとくんすか。まあ小馬が言うやったらそうかって言ってそうなるやないですか古くからの付き合いでしょうしやめてくださいよ、説得力もあんねんし。見たくないので言ったら僕この間ね、うん、キングオブコントの2回戦があったんですよ、準々決勝の前の、うんうんうん、で2回戦の出番が終わって、うん、すぐに営業行かないといけなかったんですよ、うんうんうん、で御堂筋
の大丸から、うん、長堀通りの、うん、まあ100メートル足らずぐらいのとこを、うん、まあ歩いて、うん、タクシーに向かってたんです、うん、マネージャーと、うん、コンビで、うん、3人で歩いてたら結構急いでたんですよ、うん、もうすぐタクシーに乗って行かなかったんですけど、うん、なんか一人の女の子が「えっ、うわ写真撮って!」みたいな、うん、うわーっていう感じの、うん、ほんで稲田が捕まってたんですよ、うんうん、おい稲ちゃん写真撮ってや、うん、ほんでなんか、あ、すいませんちょっと急いでるんで、うん、いやええやんもう一枚だけええやん、うんうん、写真一枚だけってほんで断ったんですけど稲田、うんうん、え、なんなん分からへんのうちのことは、うんうん、え、なん知り合いかと思ってパッと見たら、うんうん、あれやんあのインスタのインスタのえ何何何インスタのマミみたいな何何何やつだよあれなんなん気持ち悪い。それ何なんそれ。違うんですよ。違うんです。あのインスタのインスタなんです。何を。意味が分からへん。何。何なんあれ。あのね、僕もあ会ったことないんですよ。で僕もだから私のこと分からんのって言われて本当に分からなかったんです。うん、けど。え私のこと分からんの？インスタって言われてたよ。何何ねそれ。ちょっと細かく説明してくれる？あの、うん、だからインスタグラムっていう SNS のやつがあって。うんインスタは知ってるよ、はい、それで、うん、なんか何やったかな忘れたんですけど始まりはなんかダイレクトメールが来てね、うん、でそれで、ま、お返事して、うん、ほんでこんにちはってこんにちはって言ってご飯でも行きましょうかみたいななって結局全然行けないっていう人です多分僕が思うにもう全然懲りてへんやん全然懲りてへんいやいやいや違うんです違うんですまだやってるやんあんな道端で大声出されるような女とやり取りしてでもいや書いてなくてプロフィール欄にプロフィール欄のとこに、うん、その道端で大声出すとか書いてなかったんですよ誰が書くんですかほんまに出すやつは書かんいやびっくりいや僕もびっくりしましたわあ稲ちゃんええやん一枚だけマネージャー止めてんの振り切って懲りてへんやんいやいやいやあんな感じもうその悪いことはしてないですよいやできてないだけやんそれそれまたお前ホテル連れて行かれましたやって NGK の前で騒ぐタイプの女やったであれいやいやいやで後輩たちに「稲田さんああいう女ダメですよ」って言われるあれやでマジでえげつなかったんですよマネージャーが止めてんのも振り切って「いやええやん一枚だけやん写真え分からんうちのことインスタの」分かんであんな分かってる分かってないやんいやもうほんとめっちゃ前なんですほんとにいつの3ヶ月ぐらい前全然前じゃないもっと前ですもっと前ですもう本当にあもうこの人はもっと前にしても騒がれた後やろでも NGK の前でツイッター事件の NGK の前で騒がれた後やろ後です次何でやる気やねんお前ツイッターで事件起こしインスタで事件起こしいや事件まで僕はこれ僕の事件性僕が関与してる部分は少ないですやり取りをしただけなんでそしたらすっごく来たんですすっごく仲良くなった感じで来たんです向こうが、うん、それだってご飯行く約束までしてんやろ水知らご飯行こうって言うたんやろ顔を見たことない、はい、大声出すタイプの、はい、ご飯行こうって言うたんや言うたんですマネージャーがなんでご飯行くのいやご飯行って俺の教えを守ってんのかまず飯行けそうです変な入れ知恵したからまずはご飯食べないといやご飯行ったら全て OK になるわけちゃうで分かってます分かってますいやだからあれどういう人かなってちょっとなんか僕が勝手に妄想が膨らんで、うん、アイコンの感じで、うん、ちょっと気が強そうなちょっと年下だけど、うん、それはお手でお姉さんな感じの気強かったやん人かなって思ったんです、うん、ほんならいやあそこまでやと思ってなくて、うん、あんな僕もいやいやもうちょっと今急いでるんでって言ってるお前の声ももう聞かずいいやん一番やけやん写真え分からんうちインスタのって言ってたはい、まあ、アインシュタインといえばまあ伝統的にそういうこう引き連れるからな譲るそっち行ったらあかんの事件も皆さんの記憶から薄れつつありますぞあれはでももうその劇場に来てくれてた、まあ、僕はそれこそ、うん、あれはとかそんなんじゃなくてそうやで来てるか寂しかったで俺あれ邪魔やなっていう顔で俺のこと見ていずれそっち行ったらあかんの先輩あるかなみたいな
先輩おるからめちゃくちゃ邪魔者や俺先輩おるからそんな風にこんといてくださいという先輩おるからやったんですけどねじゃあそれやったらそこまで言わな分からへんえ分からへんいや今お前が責めれる立場じゃないでいやいやいやそれは責められるアインシュタインというコンビは そういうコンビやそうですアインシュタインまあ僕の、言われたお客さんは劇場に来てくれてる、うん、だから何の関わりもないお客さんです、うん、なのでまあちょっとあれですけど、まあ、自分からメッセージのやり取りしてそんないやいやあ一体変な女釣るような男ではないんでそれは僕ないですそれは僕からはないです向こうからまずは来てて、うん、そして返事をする返事の時にご飯行きませんかとそうですお前からやそうお前からよ恥ずかしかったあん時めちゃめちゃもう大丸の御堂筋の人が多いとこほんまにすごい声量やったんですよ稲ちゃんってもうあの本気の絶叫僕舞台で出してる本気の声出しても負けるぐらいの破裂音みたいな声で新喜劇の座員の人ぐらいのまあでもまあ応援してくれてる人やねんやろいやかもしれないですけど、うん、ちょっとすごかったですもう止まらなかった僕連れてあのいやおい今行こうやご飯って言われたら、うん、いや僕仕事なんでって言っても多分断れないぐらいのパワーあったんです渾身の苦笑いのピースで写真一枚撮ってた恥ずかしかったわいや逆にそこで良かったんじゃないでも、うん、下手してまた同じように NGK の前で騒がれるよりかでもありえるもんな大田場所が、まあ、でも根本そういうことやと思うけどな芸人なりたいなんて、うん、やっぱり、楽して稼いで、うん、ええー、女とやりたいみたいな、うん、そんなやつクズばっかりやん俺らなんか、うんうん、だから松浦さんとかも R1 出るとか言い出すなるほど、うん、そもそも俺ら成人君主でも何でもないんやからそうですねろくなやつおらんよ誰一人、はい誰一人おらんと思うこれをだってなりわいにしようとしてるわけだからねそう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 、うん、あの人は実はいい人とか、うん、根は真面目とか言われる芸人数いれど、はいはい、一人もおらんと俺は思う結局ね全員虫血を這う全員その虫の中でマシな虫そう虫の中でマシな虫がいるっていうだけだ稲田が標準やと思うねほんまはそうですかね、うん、女性芸人ぐらいちゃうまともなのってああ確かにモテへんようになるのにあ逆に、ね、売れれば売れるほどそうですね、うん、女性芸人の人はほんまに聖人やあれは、うん、聖なる人本当に面白いことを求めてる邪推のないというねそうよ気はします、ね、男の芸人なんか全員血を這う虫それこそ西川清師匠からそうですね、うん、でもあの大師匠といえども その一面は最初の衝動はそんなやねん、はい、で昔はねご結婚されるまでは相当遊んだそうそうそう、ね、本人もおっしゃってるしねおっしゃってるし、うん、ただもう強調しすぎちゃいます結婚するまではっていうのをただよく思うけどそんなビッグだよ危ない危ない危ないじゃあ気をつけてください気をつけて、ね、気をつけていいなだ、はい、SNS は